はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ウクレープなんですけど、中身を少し変えてきました。ヤダランの枠がドヒドイデになったり、まあ、ヤームのピクシーが入ってきたりっていう感じですね。で、やっていくんですけど、これはバンギバナドヒドかな。まあ、ギャラドスがちょっとしんどいけど、挑発ないんじゃないかなとか思ってて、いやー、まあでもクレベ、いやー、バナバンギっていないと、いやー、まあでも言ってしまえばバナはいなくてもいいのか。ナット出てこないか。まあドヒドイでバンギラスは確定かな。バンギから入って裏にドヒド置いて、ラスト1体。まあクレベースかエアームド。どっちかなクレベいた方がいいかな。ギャラドス見るんだったらやっぱりクレベースなんだけど、ステロまかれるんだったらエアームドも悪くなくて、無道かなこれやったら。無道でいきます。まあ5つ目あるからナットのジャイロのタイミングで出してもいいし、まあでもそもそもエースワンをドヒドで見れなかったらこの試合ぶっ壊れるわけだから、まあ、あんま考えてもしょうがない。ドゲキスから来るオッケー。これは初手バンギ合わせて結構でかいけど、ステロ巻きてー。巧んでくるかな。巧んできたらこっちダイマックスしてもいいな。ステロ負けるんだったらギャラにも結局負荷かかるし、エースバーンにも負荷かかるから、どっちみち結構でかくて、ステロ巻いちゃおう。ステロ負けた時のアドがでかい。引け。引くだろ。絶対引くだろ、お前。取る技ない。オッケー。来た、これはステロ巻き正解。来ちゃー。ナットレイ。どうぞ。まあ、ここ熱湯で焼いて、無道に引くって感じかな。ドヒド引いて、で、ドヒドイデを崩せるポケモンが出てきた時がちょっと困るんだけど、あとステロも困る。けど、まあ、言ってもしゃあない。はたき。ヘドロ持ってかれちゃったね。これ、エースバーンちょっとしんどくなるな。まあ、熱湯で、とりあえず納豆は焼いときたい。なんならこれ、すぐ無道引きでもいいな。ステロがある。ヤドリギ打たれたらすぐ無道引いて、ドヒド投げ直す方が多分良くて、ダイマックスは温存しときたい。残飯か。ネット連打して、とりあえず納豆焼きたいんだよ、早めに。次ヤドリギでしょ。で、ステロ、はたきヤドリギ、まあ、ジャイロだよね。オッケー。やっと負けた。やっと。あ、待って。一番だるいやつ来てる。それ、自破はちょっと思ってなかったわ。そう思ってたのと違うな。だいぶまずいかもしんない、これ。自破ステロ？はたき？再生で。いやー、まさこせ。えぐいナットレだな。ダイスリー無知に行ったら、いやー、あ、キスなんだ。まあまあまあ、それは全然 OK だね。ここは再生押せても押さなくてもどっちでもいいです。まあ、押せるに越したことはないです。あとは、砂ターンにもよるけど、ここで切れるから、バンギ即投げていいでしょ？まあ、仮にドリックとかあったとしてもいいよ。もう、ステロ負けてるから、いや、残飯を取られるのがちょっとやだな。バンギが残飯失うのはまだいいんだけど、トゲキスが残飯持つことが一番やだ。けどまあでも砂を切るから、結局残飯は相殺できてる。し、匠。それは OK で、まあ、たくんでくるってことは、でも10中ハック崩せるってことでしょ。
守るで一回見てからこっちダイマ切っちゃダメかな。それでいいと思うんだけど。ここ二択組はさすがにないから、岩技で、プギキス吹っ飛ぶわけだし、絶対二択組押せないんだよね。で、ダイマしてくるかしてこないかを。で、オッケーでかくなってる。で、ダイマ見てからこっちダイマ切っていいから、これでいいと思うんだよな。さすがに二択組はできないもんね。どう考えても。そもそもこうダイバーンとか押してくるんだったら、いやーでも怖いな。バーンですな、消してから、フェアリーでぶっ飛ばそうみたいな。いや、普通に大フェアリーだと思うけど。守って、ジェット。ジェットはまだ全然いいんだけどな。これ弱点保険かな。そんな感じがしなくもないけど。でもダイマ残せるなら残したいんだよな。残せるなら残したいけど、多分フェアリー持ってでもここでダイマ切ってくるんだから、マジ崩せないわけないと思ったんだけど、まあでもいいや、お互いダイマックスこれで無駄にしてることになるから、それは全然まあまあまあ。ドゲキッス回復はせないから多分一方的に削れていくだけなんだよね。TOD 負けないし、いろいろ怖くないと思うんだけど。ジェットから入ってくるわけない。いやーでもなー、なんとも言えないよなー。まあ次出てくる分にはもう、砂とステロでドゲキッスボロボロになってるから、全然それはいいんだけど。ナットレイ。でステロ電磁波はたきでしょ。ラスイチでも身代わり持ちにあまりにも無力になるよな。一回まあドヒドイで引いといていいんだけど、また見てから決める。バンギの残飯叩きたいかなとか思ったんだけど、どうかな。じゃあ、まあまあまあ、それもあるね。え、どうすんのこれ。 TOD ならこっち勝ちだよ、さすがに。ナットレのラストの技見てからでもいいな。ヤドリギならヤドリギでだいぶ無力なわけだし。毎回引いてくるようなら、まあいいよ。それは全然いいよ。ステロでトゲキス、どんどん壊れてくから、美味しいんだよね。動けない。ならネット打ってても同じだったわけで。来た。これでまた再展開できる。最高じゃん。超楽しいんだけど。相手引いてないね。まあ、マジシャで。いや、でも、ダイフェアリー打たないわけがないんだよな。マジシャ持ってて。絶対ないと思うんだけど。あそこでダイシェット打って引いてくんだから。オッケー、朝の日差しが。これ、ステロと砂で結局、削れ分のがでかいね。うん。4分の1でしょ。ステロも4分の1入るし、砂で毎ターン、ちょびちょび削れていくわけだから。明らかに終始マイナスだよね、トゲキスの方が。ここは6ブラ押して、ナット出てくるならまだナット見てからこっちも引いていい話だから、全然 OK で。で、バンギの前で朝の日差しはさすがに押せないはず。だからその次、例えばこっちがナットに対してドヒド引くところを、トゲキスで釣ってくるみたいなことがあっても、困んないんじゃないかな。これナットもちょびちょび削れていくな。ヤドリギないだろう。一切押しこないってことは。6ブラ外さないのも偉くて。まあ、この2発は全然いいよ。大して変わんない場面だし。バンギはステロで疲弊してくんだけど、残飯でだいぶ軽減できてて。
構釣ってくるかな。でも番木消耗すんのが嫌だから、ドヒドは無限に消耗していいから、ドヒド投げなんだよな。で、納得からしてドヒドを倒せる技がないでしょ、さすがに。飛びキスの HP も一生、あー釣ってきたか。でもこれステロドスなんでまた削れるだけだけど、オッケー。で砂があと2ターンだよね。だからここバンギ引いちゃって、で朝の日差しは結局回復しないわけで、6ブラ押していけばこれ絶対負けねえじゃん。バンギがちょっと削れてくけど、あーここたくんでくんだ、引いて正解だったね。で砂が残ってる以上それに負けないかな。一回ドヒド引いてからバンギ再展開して砂の再展開もできるから、いや動いてエアスラ食らっても動いて6ブラ当てんだったらもう即勝ちなんだよね、その時点で。だるいのはドヒドに引くタイミングで回復技をされることかな。あ、動くならいいや。なんかバンギがトゲキスに対してあんまひるまないイメージがある。体感的な話だけど。オッケー。こういう特になんか見せ場のない試合が多いな。そういうもんなんだけどさ。なんか、うお、交代読み決めたとかさ。高台マックスが止められねえみたいな、そういうのが起きないよね、受けるって。ただただなんか粛々と、やるみたいな。ここね、守る見せてるから、膝打てないんじゃない？ 6 ブラ押してー !6 ブラ押してー、押しちゃおう。ただ膝打ってこないよ、守る見せてるから。あ、高3、オッケー。オッケー、GG。